優勝を飾りました今村選手です。まずは優勝おめでとうございます。皆さんどうもありがとうございます。優勝戦を終えて今の感想いかがでしょうか。ほっとしました。ちょっと最後まで油断できないレースだったかと思いますけれども。そうですね。でもね、スタンドの方にはね、たくさんのファンの方がいて、はい、やっぱり応援してくださってるんだろうなと思いながら走ってました。はい、では簡単に優勝戦振り返っていただきたいと思いますが、まあ、今日は風もなくスタートも比較的しやすいコンディションだったかと思いますけれども、いかがですか。ないと思うでしょ。はい、意外とあるんですよ。結構気になりました。ちょっと追い風が吹いてましたね。はい、そしてそのスタートですがコンマ09というタイミング。そうでしょうね。結構早いなと思いました。途中でちょっとアザスを入れたんですけど、ね。はい、まあ、外、まあ、早いなとは思いましたけど、ね。外一番早いので5コースが04というタイミング で、 あ、そうですね。はい、まあ、スタート自体はいいスタートだったと思いますが2コースがへこんでという感じで1マークでしたが。そうですね。でももうそんなことよりも、やっぱり先に回ることしか考えてなかったですね。はい、まあ、自分のターンはしっかりしてという感じで、はいはい、ただその後木村選手が結構必死に追いかけているようにも見えましたが。はい、あれは僕のお箱なんですけどね。最後まで追っかけるっていうのはね、はい、今日は追っかけられました。はい、結構後ろ足気になりました木村選手の追い上げ。いや、でもターン漏れさえしなければね、うん、はい、抜かれることはないだろうなと思いながら走ってましたけど、はい、ただ油断はできないなと思って走ってました。はい、はい、まあ、無事優勝のゴールということになりましたが、まあ、今シリーズは初日コンマ00というスタートはありましたんで月もありましたかね。もう月のな何者もでもないですよね。初日は切ったと。もう本当にバックストレッチ入った時にね、はい、もう逃げる準備をしてましたからね、はい、まあ、邪魔だけしないようにと思って、でそこで丸がついてくれたっていうのがやっぱりね、はい、もう月があったなと思いますね。まあ、でも優勝にはこういう月も必要ですかね。もうもちろんですね。はい、はい、そしてこの後はいよいよ SG グランドチャンピオン決定戦ということになりますがいかがでしょうか。そうですね、やっぱりいい弾みになったと思うんですよね。はい、まあ、まあ、でもね、もう50歳も今節で終わりますしね、次行けば52歳になりますんで、なかなか厳しいんですけどね、やっぱ若手の、ね、元気のいいやつら相手に戦うっていうのは厳しいんですけどね、まだまだ負けていられないぞっていう気持ちでね、頑張っていきたいと思います。まあ、今年に入ってまだまだ上の世代も加藤俊二選手とか、はい、高塚選手とか頑張ってますし。そうですね、まあ、あの人たちはね、神様ですからね。はい、はい、まだまだ見習ってね頑張っていかないといけないなと思います。はい、まあ、この後の SG1 年の中の一つのエースではありますけれども、今村選手にとっては今年初の SG ということでモチベーション的にはどうでしょう。いや、気負うことなくね、はい、あのマイペースで今節と変わらぬようにね、はい、あのとにかく意気込んでいっても仕方ないんで、はい、とにかく冷静に頑張っていきたいなと思います。まあ、普段通りという感じで、はいはい、もうよそ行きはないです。はい、普段着しかないです。はい、だから今節だからといってね、別に手を抜いたわけでも何でもないですし、はい、もう SG でも一緒です。はい、はい、頑張ります。まあ、ちなみに舞台が常滑ということで、常滑と言いますと、まあ、2年前名人戦勝った水面、イメージとしてはいかがですか。はい、いや、悪いイメージはないです。はい、あの常滑というと結構風が強い印象ありますけれども、でもそんな、うん、感じは僕はしないんですけど ね、 そうですかね。まあ、いい季節に走ってるんでしょうけどね。はい、まあ、あとはモーター抽選次第ということになりますかね。うん、でもね、抽選運だけは良くないんでね。最近あんまり良くないですか。もうここ何年って良くないですね。まあ、いいの引きたいですね。はい、では最後に集まっていただきました時計間のファンの皆さんへメッセージをお願いします。はい、本当にあのね、今節、まあ、ずっとなんですけど、あのモーニングレースということで朝早いレースで、本当ね、お客さんも朝早くからね、眠たいのに来てくださってね、こうやって応援してくださいまして本当にありがとうございます。まあ、私もさっきも言いましたけど52歳になりますけど、まだまだ頑張っていきたいと思います。皆さんのね、あの中年の星になっていきたいと思いますのでね、これからもご声援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。中日スポーツ杯見事優勝を飾りました今村選手にお話を伺いました。ではしばらくお待ちいただきたいと思います。ただいまから中日スポーツ杯争奪戦の優勝選手表彰を行います。優勝しました今村選手に賞状と優勝トロフィー並びに副賞が中日スポーツ総局長中西秀夫様より授与されます。お願いいたします。
賞状優勝今村豊殿、あなたはボートレース徳山第1回中日スポーツ杯争奪戦において完投よく当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえ中日スポーツ杯を送り表彰いたします。平成25年6月20日中日スポーツ、おめでとうございました。続いて中日スポーツ杯優勝トロフィーが贈られます。そして最後に中日スポーツ社様から副賞が贈られます。以上をもちまして表彰を終了いたします。中西様ありがとうございました。では続きまして最後に写真撮影を行いたいと思いますので、今村選手優勝トロフィーを持ちまして中西様お隣でお願いしたいと思います。そしてご希望のファンの皆様、どうぞステージ近くにお集まりいただきたいと思います。今回徳山では初開催となりました中日スポーツ杯争奪戦、今村豊選手の優勝で幕を閉じました。どうぞご希望のファンの皆様、ステージ近くにお集まりいただいても結構です。写真お撮りいただきたいと思います。今村選手、今年は1月正月レースの下関以来の優勝ということになりまして、今年2回目、この後は常滑の SG グランドチャンピオン決定戦を控えています。通算では125回目、そして徳山27回目の優勝ということになりました。さあその常滑では一昨年名人戦優勝というのがありましたけれども、ぜひこの後の活躍ご期待いただきたいと思います。今回は徳山では初開催となりました中日スポーツ杯争奪戦です。今村選手そして中西様ありがとうございました。では以上をもちまして写真撮影終了させていただきたいと思います。そして最後に今村選手からプレゼントがございます。こちらのサインが入りました、今村選手のサインが入りましたスナッチのぬいぐるみですけれども、どうぞ今村選手をお好きな方向に向けて投げ込んでいただきたいと思います。最後にお願いしたいと思います。最後の一つです、どうぞ受け取っていただきたいと思います。ありがとうございました。それではこれより今村選手退場です。どうぞ拍手でお送りいただきたいと思います。今村選手の次走、来週の火曜日常滑のグランドチャンピオン決定戦、今村選手にとっては今年最初の SG ということになります。ぜひご声援お願いしたいと思います。